こんにちは、ニコです。5月下旬になりました。今回は寄せ植えの仕立て直しと植え込みをやっていきます。前半は冬越ししたペチュニアとカリブラコア、全面的に植え替えるといいんですけれども、ちょっと大変なので、簡単にささっとできる方法として部分的に土を入れ替えて苗を植えたそうと思います。で、後半では新しい寄せ植えを1個作ります。母の日用にね、用意していたカーネーションの苗が余ったので、寄せ植えにしようと思っています。壁掛けタイプのバスケット2鉢、これをお手入れしていきます。こちらのペチュニアなんですけれども、1年前にこの鉢にカラーリーフと一緒に植えてありました。カラーリーフの方は、冬に枯れたので抜いたんですが、その場所がぽっかり空いてしまっているので、ここに別のお花を植えたいかなと思います。このペチュニアは屋外に出しっぱなしで冬越しして、5月ね、また勢いよく咲いてきています。こちらの鉢もですね、ここにスペースがちょっと空いているので、お花を植え足したいと思います。で、これヘリオトロープですけども、これもね、冬越しして、もう枯れたかなと思ったんですけど、なんか冬越しできましたね。はい、2鉢とも土が栄養不足になっていると思うので堆肥を足して栄養補給したいです。はい、じゃあまずペチュニアの方からなんですけど、このペチュニアがかなり横にわーっと広がってて、隣に植物を植える作業がちょっとしにくそうなんで、少し切り戻しておきます。このペチュニアの横に植えるお花なんですけれども、こんな苗を買ってみました。これ白花の、ポリゴナムで、葉っぱが斑入りのものです。冬にね、別の寄せ植えに実は同じものを使ってたんですけど、真冬に枯らしてしまったので、もう一回リベンジしたいです。土に足していく土壌改良剤です。まず自家製堆肥、茶色いものに、有機石灰、それから元肥としてマグアンプ系を入れました。堆肥はうちはコンポストの自家製堆肥使いましたけれども、腐葉土とか牛糞とか何でもいいと思います。バスケットの古い土を少し、取り出して、で先ほど合わせておいた堆肥と肥料をここに入れて、元の土と軽く混ぜていきます。古い土を取ろうとして土を掘ると、どうしてもペチュニアの、根っこがびっしり張っててですね、かなり根っこが切れるんですけれども、この時期っていうか真冬とか真夏以外のペチュニアが元気な時期であれば、多少根っこが切れても全然 OK かなと思ってます。でここに、先ほどのポリゴナムですね、ポットから苗を抜いてもう植えていきます。全然関係ないんですけど、この右手の手袋紐がちょっとほつれててなんか見苦しくてすいません。で、植え付けができたら最後にたっぷりと水やりをして、土を落ち着かせます。水やりしたらもうこれは完成です。はい、次こちらの鉢ですね。これも同じように古い土を、いくらか取り出して堆肥と肥料を入れて混ぜるというやり方をします。これもね、植わってる植物の根っこが、多少切れるんですけど、こういう生育が旺盛な時期であればまた根っこがどんどん生えてきますので、あまり気にしないでいいと思います。
隣にどんな植物を植え足すかなんですけれども、メカルドニアっていうね、あの黄色いお花の咲く植物にしようかなと思います。グランドカバーにいいらしいと聞いてですね、実は昨年地植えしたんですけれども、この木の下です。これなんですけど、このね、木の根元の日当たりの悪い場所に植えてしまったので、全く花が咲かず葉っぱばっかり茂ってたんですね。なので今回ちょっとこれを日当たりのいい場所のバスケットに移してみようかなと思います。これもですね、冬の間にかなりこういう風に葉っぱとか茎だったところがなんか茶色くなってしまってるんですけど、下からちゃんと緑の新芽が出てきてるので、これを活用しようかなと思います。でこうやって掘り上げて、ちょっと枯れた葉っぱっていうのは取り除いてみました。っていう風にするとこんなにちっちゃい苗になってしまったんですが、これをバスケットの方にちょっと植え足してみます。まあ、ものすごいちっちゃな苗なんですけど、きっとねこれは大きく広がってちっちゃい黄色い花をねこう無数に咲かせてくれるんじゃないかなという風に期待しています。植え付けができたらこれも最後に水やりです。作業から4日経ったところでこんな感じになっています。こうやって見るとペチュニアね、右の方だけ切り戻しましたけど、左側ももう一気に切り戻しても良かったのかなとか思っちゃうんですけど、まあしばらくこのまま少しお花も見ておいて、梅雨入りの頃にバッサリ全体切り戻そうかなと思いますね。はい、こちらはメカルドニアが大きくなってくれたらっていうところです。こんなね黄色い花が1個だけ咲いてます。こちらヘリオトロープが咲いてきました。すごくいい香りが漂っています。バニラの香りですね。今度は新しい寄せ植えを作っていきます。植える植物を紹介します。まずカーネーションです。こちらは天の羽衣っていう珍しい品種で、香りのする四季咲きのカーネーションになっています。これはナツメグゼラニウムバリエガータというものですけども、ゼラニウム独特の香りにさらにナツメグというだけあってスパイス効かせたような面白い香りがします。でこちらフロックスモントローザトリカラー、青っぽいお花の咲くフロックスらしいです。やや灰性で斑入りの葉っぱがねすごい綺麗かなと思いました。でお花はね香りもするらしいので、それも楽しみです。それと最後に朝霧草です。これもねふわふわっとしたシルバーリーフで、群れに弱いタイプの植物です。カーネーションって群れに弱いので寄せ植え向きじゃないっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、まあ、性質の似たようなものを組み合わせてですね、乾きやすい土でなるべく風通しよくすれば寄せ植えできるんじゃないかなと思って今回ちょっと挑戦をしています。土はうちで再生した土をベースに、さらに水はけよく乾きやすいぐらいのブレンドにしたいので、ヒューガ土っていう軽石と、あと根腐れ防止効果のミリオン、それからもみがらくんたんを混ぜました。そして、元肥ですね、マグアンプ系の中粒を入れています。容器は横長の素焼き鉢がサイズ的に良さそうなんでこれを使います。鉢底網を置いて、その上に土を入れていきます。ここに苗を仮置きしてみて配置を決めたいと思います。まずメインのカーネーションですね、真ん中あたりに2株置きます。で脇に、準主役のナツメグゼラニウムを置きました。で横に広がる系の、フロックスですね、こちらをちょっと手前に配置したいかなと。で右端にアサギリソウ、こんな感じかなと思います。
そしたらあとは苗をポットから順番に外して、植えていきます。カーネーションですね、これ通販で買って3月にはもう届いてたんですけど、ちょっといろいろあって植え込みができず、ずっと苗のまま、ほったらかしにしてあったんですけど、あんまり根が回っていないですね。1ヶ月放置した割に。はい、このフロックスは初めて育てるんで、どんな感じの性質かあんまりよくわからないんですけど、とりあえずこのポット苗のですね、土の表面に苔がすごいいっぱい生えてて気になるんで、型の土とか苔のついた部分の土っていうのは取り除いておこうかなと思います。あと茎の下の方の葉っぱが結構枯れてて茶色くて見苦しいので、こういう枯れた葉っぱもちょっと軽く取っておきます。であとはゼラニウムとアサギリソウをポットから抜いて鉢に置いていきます。てな感じで一旦置いたんですけど、どうもね高さが悪いというか、ちょっと深すぎるのが気になりますので、そこにねもうちょっと土を足したいと思います。で全体をかさ上げした方がいいかなということで、ちょっともう一回苗を取り出してやり直すんですけど、はい、土を足しています。この寄せ植えって群れに弱い植物ばっかり集めてるので、もなるべくね通気性よく乾燥気味に管理したいんです。ということで、そのウォータースペースはなるべく浅めにして、鉢のね縁で風通しが遮られるってことがないように、割と高い位置に植えるのがいいのかなって、そんな気がしてます。ということでね、なるべく、なんか深いところにじめっと植えるっていうことはしたくないっていうので、まあちょっとあえてやり直してます。はい、隙間に土を埋めていったらだいたい出来上がりということになります。寄せ植えたくさん作ってる方だと、もうあと1株か2株ぐらい詰め込みたくなると思うんですね。これちょっと見た感じスカスカやなっていうふうに見えると思うんですけど、これもねあえてやっぱり風通しよくしておきたいので、あんまりね詰め込みたくないんですね。今回の寄せ植えなるべく風通し重視でいきます。はい、植え込みができたら最後に水やりです。たっぷりと水やりして、下からね水がジャージャー出るぐらい与えておきます。でこの後は乾くまで水やりはしないので、数日間水やりいらないんじゃないかなと思っています。ちょっとねとはいえかなり乾きやすい土のブレンドになっているので、様子を毎日見て、乾いてるようだったら与えるということにしたいかなと思います。で植え込みから4日経った時の様子がこんな感じなんですけど、だいぶカーネーションのつぼみが、花が開いてきました。これ確かにすごくいい香りがします。石鹸のような、なんていうんですかね、お白いの化粧品のような優しい香りですね。置き場所はしばらくはこのよく日の当たるところに置くつもりですが、梅雨時は雨に当たらない軒下に移動させようかなと思います。で真夏はですね建物の東側に置こうかなと今のところ考えています。はい、ということで寄せ植えでした。この動画面白かった、参考になったっていう方はぜひ高評価、それからチャンネル登録で応援よろしくお願いします。ではまた動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。